60年です。はい、ありがとうございます。ざわめきの拍手ありがとうございます。もちろんね、
お届けいたしました。さて、今度のあの曲いきたいと思います。次は、はい、皆さんこれラテンの曲で、私もあのラッパーを見てるので、ラテンでこの曲を見たことあるんですけども、ベッサのムーチョ、ベッサのムーチョをお届けしたいと思います。皆さん、このタイトルの意味お分かりになりますか、ね、私にキスをたくさんしてちょうだいという熱烈な声に歌えます。それをちょっとスイングジャズのリズムでお届けしたいと思います。会場の方で大丈夫ですよ。刺して
トランペットを始めて何ヶ月？2年目です。で、彼は学生時代は違う学校だったんですけど、トランペットがかっこよくて、吹きたくて吹きたくて、そして会社に入ってこのメンバーに出会い、トランペットを私がビシビシと、アメとビシビシボットで、一緒に練習してきたわけです。じゃあちょっとその彼のですね、だらだら本当にデビューしたてということで、温かい耳で見守ってあげていただきたいと思います。それじゃあインザーね、
皆さんも、いろいろな過去の思い出を紐解きながら聴いていただければと思います。煙が練習
言いたいことですけれども、はい。